階段の1個前、これは螺旋階段じゃなくて、いや、30分くらい、いや、1時間半ぐらい、いや、2時間かかってたよ。そんなかかってない。いや、でも全部クリアするのに3時間かかってた。やっぱずっとやってた。じゃあちょっとそれを更新。これが螺旋階段かな。いや、これは螺旋階段と違う。螺旋階段真ん中にできるやつ。ゴリゴリに撮ってる。今切った。撮ってない。撮ってるやん。だって赤色のマーク上になってんだ。これ。うん、これクリアするまででいい。いいさ。え？もうこれさ、クリアしてクリアして終わっちゃったらさ。まあ最初からになるからね。ここ行ったのに。ここですやってもいい？ここです。うん。ああ。トロス超緊張する。あ、ここから旋回だね。かっこいい。めっちゃ短時間で2コース目をクリアしていく。すごいね。いや、ここ普通に好き。ここ簡単なの？簡単、もう一番簡単。はい。え、全部で4ステージあるの？そう。3ステージだったら、これで終わりだったらめちゃくちゃ簡単だよ。これだけが強いからいいでしょ。うん、楽。
の時はナイスパパだって。ナイスパパ。これでどうするんだ。怒られたちか。すごい。ここは大丈夫。ここは。これは、あそこに投げて、うん、やっぱ記録更新できちゃうわ、これは。この時点でやなくてね、パフェランスのことはね、心配してるんで。危ない。ボーラーチェックポイントがなぜかあるっていう。行っちゃってくれ。チェックポイントあるのもありがたいよ。はいはい。余裕汚れなくていいね。あの。これだけ頼んだぞ。あそこ。あぶね。ナイス。はい、もうチェックポイント見えてきたね。うまいね。はい、モータゴトネス。早すぎだ。